見えないっグアド族だよな。誰かしら。もしやシーモア老子。盛大なる歓迎、まこと感謝に耐えぬ。たたれよ、シーモア老子。皆も顔を上げよ。この青年は、先頃異界の住人となったジスカル・グワド老子の遺児である。すでに知る者も多いが、こたび正式にエボンの老子となった。恐れ多くも老子の位を授かりました。シーモア・グアドと申します。生前父ジスカルは人とグアド族の友好を何よりも望んでおりました。志半ばで倒れた父の理想を実現すべく神明を賭して職務に励む所存にございます。ほら、お前も祈っとけ。気合い入るよな。よし、試合前のミーティングだ。行くぞ。ワッカはトーナメントの抽選っす。去年は1回戦でゴアーズと当たっちゃって。その前もその前の前も、まどこと当たっても負けてたんだけど。ワッカさん、に初戦の相手はアルベド・サイクス。その後は決勝だ。そう、俺たちはシード権をゲットした。2回勝てば優勝だ。気抜くな。初心に帰って基本ルールの復習だ。
聞いて、カフェでアーロンさんを見たって人がいたの。あ、アーロン？そう、アーロンさん、会いに行こう。おい、おい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 、試合開始はすぐだ。早く戻ってきてくれよ。任せとけよ。よし。あ、わかわか。硬い。え？いや顔じゃなくて、顔怖いの。硬い。リラックス。そう。あ、そうそうそういう感じ。そう。また。あ、はい。これでジェクトさんの消息もわかるかもね。あ、なんで？アーロンさんも父さんのガードだったの。だからジェクトさんのこと何か知ってると思うんだ。早く行こう。ユーナが言ってるアーロンとザナルカンドで出会ったあいつ、別人かもしれないなんて全然考えなかった。なんでか知らないけど分かったんだ、同じやつだ。召喚師ライアック、ラフィアル・ヌア。あ、アルベド・サイクスだろ。俺この前アルベドに世話になったんだ。リュックって子に飯食わせてもらってさ。あ、言葉通じないのか。まあなんていうか、リュックに会ったらよろしく伝えてくれっす。それから、一回戦、よろしくっす。
すみません、通してください。さあ、行こう。すっごい人気だな。はぐれたら大変だね。ユーナ！何？ザナルカンドではブリッツの時こうやって応援するんだ。ユーナもやってみ。指をこういう風に当てて。こう？ああ、そうじゃなくてこう。うん、で、思い切り吹く。ダメみたい。練習っす。そうっすね。もしはぐれたら、それで合図な。そしたら、俺すぐに飛んでっからさ。うん。ま、吹けるようになるまでは、はぐれないようにするってことで。了解です。結構人多いな。ルカはスピラで2番目に大きな町だよ。どこもビサイドやキリカみたいなもんかと思ってたよ。町がね、大きくならないの。人が集まってきて町に活気が出てくると。シン、うん、ここは安全なのか？ここも同じ。でもスタジアムがあるでしょ。だから討伐隊の人たちが命がけでシンを追い払うの。スタジアムのために？ブリッツの試合が開けないと楽しみがなくなっちゃうからね。スピラには楽しいことあまりないから。くわー、選手は責任重大だな。そうだよ。ねえ、ザナルカンドもこんな風なの？ここよりずっとごちゃごちゃしてる。でかい建物がぎっしりでさ。きっとすごいんだろうな。私、目が回っちゃうかも。アーロンさん、探そう。
あれ？こんなところでぶらついてていいのかよ。もうすぐ試合が始まっちゃうぞ。人を探してるんだ。ならここに来たのは無駄足だな。見ろ、ほとんど人気がないだろ。みんなスタジアムに行ってるか、スフィア放送にかじりついてるよ。ブリッツに夢中ってわけさ。あんたたちは見ないのか？そりゃあ見たいさ。でも作戦の打ち合わせがあってな。遅いな。伝令はほっといて、もうスタジアムに行くか。真面目にやってくださいよ先輩。俺たちには任務があるんですよ。というわけだ。まあ少し遅れるかもしれんが、試合は見に行くつもりだよ。俺たちが行くまでに負けちまうなよ。ああ、任せとけ。